リンとして、シグレは日本のスリーピースロックバンド。所属事務所はムービングオン。所属レコード会社はソニーミュージックアソシエーテットレコーズ。略称は主にシグレ。使用機材の画面楽曲をセッションで作るタイプのバンドではなく、プロデューサーも兼ねた TK がデモの段階で作り込んで、打ち込みまで置いてからメンバーに聴かせることも多い。 それで二人にリスナーとして聴いてもらってかっこいいと思ってもらえたら三人で演奏してみる。バンドの演奏だけでなく打ち込みを使ったりギターの音をサンプリングしてカットアップ的に使ったりもする。デモの段階では ABC という曲展開を ACB にするなど曲の構成を何パターンも試す。曲の完成後もまだやれることがあると思えばマスタリングの当日までいじることもある。 2002年に埼玉県で結成。もともと TK と345は東洋大学時代にコピーやオリジナルを演奏する遊びのバンドをやっていたが、二人以外のメンバーの就職のためにそのバンドは解散した。まだ音楽を続けたかったギターボーカルの345とギターの TK はドラマーを募り、バンド名をリンとしてシグレとして指導する。その際に、 もともとギターボーカルであった345がベースボーカルにギターだけ弾いていた TK がギターボーカルに転向した。別のメンバーを二人も集めるのが面倒くさいという理由からであった。結成から一年半ほど経った2004年、当時のドラムが脱退し、もともリンとしてしぐれのホームページを通してメールで交流のあったピエールが加入して現在の編成となった。 2005年11月、自主レーベルの中野レコーズより、ファーストアルバム4をリリース。その後は、フルアルバム2枚とミニアルバム1枚をリリースする。2008年12月24日に発売された、シングル、モーメント、エイリズムをもって、ソニーミュージックアソシエーテッドレコーズに移籍、メジャーデビューする。2010年9月22日に発売された4枚目の、スタジオアルバム、 スティル、A シグレバージンが自身初となるオリコンアルバムチャートで1位を獲得した。2011年4月27日、TK が TK フロムリンとしてシグレ名義で映像作品、フィルム、A モーメントをリリース。その翌年6月27日はソロ名義としての初アルバム、フラワーリングをリリース。渋谷公会堂での初ライブを皮切りに、ライブ活動も 積極的に行われた。2011年9月14日、ピエール中野がソロ名義でドラム教則 DVD カオティックバイブスドラミングをリリース。教則本を封入した入門編と実践編の2種類がリリースされた。2012年8月16日、345がラルク・アンシェールの雪広、モーサム・トーンベンダーの戸戸和ロとの新バンド、 ギークスリープシープを結成。アシッドアンドロイド主催のライブイベント、アシッドアンドロイドインアンアルコーブボリューム5にて、初ライブを行った。2013年3月26日には、渋谷クラブクアトロにて、初ワンマンライブが行われた。2012年11月14日に、シングル曲としては、約4年ぶりとなる、アブノーマライズをリリース。動画曲は、同年10月から、 富士テレビ系列で放送が開始されたテレビアニメサイコパスサイコパスの主題歌に起用された。同年12月21日テレビ朝日系列で放送されたミュージックステーションスーパーライブにて動画曲を披露。地上波初登場を果たした。2012年12月27日日本武道館で行われたライブイベントディセンバーエスチルドレンが開催され、しぐれは ヘッドライナーを務めた。また、シグレの他に TK フロムリンとして、シグレ、ギークスリープシープ、そしてピエール中野が DJ アクトとしてそれぞれ出演した。2013年4月10日は、前作から約2年半ぶりとなる5枚目のスタジオアルバム i a m Perfect をリリース。本作は海外でもリリースが予定され、4月26日に台湾、6月24日は、 欧州全域でのパッケージリリースが予定されている。同年4月19日からはアルバムを携え行われる、しぐれ約1年半ぶりのライブツアー、ディアーパーフェクトが10都市10公演で行われる。6月22日には、しぐれとして、海外での初ワンマンライブとなる台湾公演。6月28日には、しぐれのバンド結成10周年を記念し、行われる。 日本武道館でのワンマンライブが同ツアーのファイナルとして開催された。2014年11月5日にアルバム I Am Perfect から約1年7ヶ月ぶりとなる作品エニグマティック・フィーリングがリリースされる。動画曲はアニメサイコパス・サイコパス2の主題歌として起用された。2015年1月14日に初となるベストアルバムベスト・オブ・トルネードがリリース。 過去シングル曲や代表曲の他に初回生産限定版にはデモ音源などが収録される。同日にはシングルフーフォワットフーフォワットがリリースアニメサイコパスサイコパスの劇場版劇場版サイコパスサイコパスの主題歌として起用された。また1月23日にはミュージックステージョンにてフーフォワットフーフォワットを披露。直前に起きたアイセルによる 日本人拘束事件の影響か、歌詞は一部変更された状態で演奏された。2017年8月23日、シングル、大ツハードをリリース。兄弟曲は、テレビ東京系ドラマ、下北沢大ハードのエンディングテーマとして書き下ろされた。2018年2月14日、前作、i a m p e r f e c t から約4年10ヶ月ぶりとなる。 通算6枚目のオリジナルアルバム5が発売された。またこれに伴い同年3月より全国ツアーリンとしてシグレツアー2 0 1 8ーユ u を開催。評論家の近田春は演奏がとてもしっかりしていると高く評価する一方でボーカルの音量を小さくしたミックスなどのサウンドプロダクションに対してこれじゃ何言ってるかわかんないよと苦言を呈している。 2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年。ありがとうございます。